い、ユースルーシブの斉藤です。2015年の開幕戦、セントピーターズバーグのですね、2日目を迎えました。ダウンタウンのセントピーターズバーグに近づいてきたんで、これからちょっと皆さんにですね、どういう景色が広がるのかご覧いただければなというふうに思います。はい、セントピーターズバーグといえばですね、かつて、ダウンウェルドンが住んでいましたし、今はセバスチャン・ブルデが住んでいるんですけれども、フロリダの中でも、割とリゾート地に近いですかね。はい、こじんまりした街でですね、結構みんなのんびり、過ごしているんですけれども、このセントピーターズバーグでですね、かつて12回ぐらいレースが行われてきましたかね。一番最初は、2003年だったと思うんですけども、ここでカートのレースが行われました。当時そうですね、ロングビーチグランプリのプロモーターがですね、実はレースを主催してたんですね。で、1年置いてアンドレッティ・グリーンがですね、主催するようになって、 IRL のレースが初めて行われるようになったわけなんですね。で、それがですね、今までずっとオーバルで IRL レースやってきたんですけども、初めての、オーバル以外のレースということで、開催されました。はい、ここで完全にセントピーターズバーグの、街に入っていくという感じです。だったんですね。昨日初日だったわけなんですけれども、残念ながらですね、午後というか夕方ぐらいになって雨が降ってきたんですけども、第2プラクティスが中止ということになりました。で、第1プラクティスの順位で、決まったわけなんですけども、ウィル・パワーがですね、見事トップのタイムを出しましたね。で、ウィル・パワーはですね、ここで2010年から4年連続でポールポジションを取ってるんで、今回も最有力候補かなというふうに思います。去年レースでは彼優勝してますし、そして最終的にはチャンピオンも取ってということで、非常にですね、この市街地コース得意としているので、ひょっとしたらまた今年もポールトゥウィンみたいな感じになってしまうのかなっていう気もしますが、そのあたりもですね、注目していきたいなというふうに思います。で、上位5台がですね、シボレーということになって、去年の佐藤拓磨のですね、ポールタイムを5人とも上回ってきました。で、でですね、その佐藤拓磨はどうなったかというとですね、総合で12番手でしたね。はい、で12番手で、最終的にはですね、本田勢の中で3番目ということになりました。今ちょうどあれですね、見えたかと思うんですけれども、本当高速降りてすぐのところになります。で、ここをですね、左曲がって、我々メディアのパーキングに入っていくぞという感じですかね。はい、いかにもフロリダっていう感じの街ですね。駐車場20ドルでありますね。もう今日安いですね、割とね。はい、もう音が聞こえてきましたね。皆さん聞こえますかね、音。はい、来年来れるかどうか分かんないんで、こうやって、次誰か来る人のためにですねこの動画が参考になればいいななんてちょっと思ってたりしますけれども、はい、完全にですね、左側がコースということで、空港とですね、このコースは一般道を使ってやってます。空港の滑走路がですね、メインストレートということになるわけなんですけれども、今ですね、僕が今ここを走っているのはちょうど左側が空港になるんですけどね、して、はい、ここですね、
いうことになるわけなんですね。ちょうど空港の外側の駐車場って感じでしょうかね。はい。あら、あ、入ってきたのはいいけど、あ、場所あった、ここだ、ここに止めましょう。はい、ということで、今目の前に見えるのはですね、サポートレースの、パドックということになります。はい、とりあえず上で着きました。じゃあですね、ここからメディアセンターまで歩っていくところもですね、撮りたいなというふうに思いますね。ちょっと待ってくださいね。今準備をします。さあ、そしてこれをつけて、これがですねパーキングパスになりますね。これを一緒につけておかないとまずいですよ。エンジンを切って、これが今回のレンタカーです。フォードですね。フォードのフォーカス。
なんで